もっともっと世界ウーマン。この番組は世界で働く女性たちを応援するポータルサイト世界ウーマンがお送りするポッドキャストです。世界ウーマンファウンダーでオランダ在住の藤村ローズと、事務局のマカオ在住の周里子と、ナビゲーターの本田理沙の3人が世界で気になったニュースと世界ウーマンのコラムから楽しくおしゃべりします。こんにちは。最近とあるサブスクを始めてみた本田理沙です。今日もローズさんと里子さんと楽しくおしゃべりしていこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、何のサブスクだろう。パンかな。実はあの食洗機の。そんなのあるの。サブスク。そうなんですよ。いやでもね、それはね、うん、そう、あのパナソニック の、 あの、うん、サブスクサービスなんですけど、まあ、うん、やっぱりね、パナソニックの食洗機、うん、8万とかするんですよね、やっぱ。あ、いいお値段するんですね。普通に買ったら8万する。8万超えか。だからもう、はいはい、やっぱりちょっと考えちゃうじゃないですか。これ買ってつかなかったらどうしようとか思っちゃうじゃないですか。うんうんうん、それで見つけた、その、まあ、公式がやってるんですよ、パナソニックの公式が、はい、そのサブスクサービスを、うん、あ、じゃあ試しに使ってみようかなと思って注文してみました、うんうん、はい。ねえねえ、そしてそもそも、うん、その食洗機のサブスクサービスってつまりどういうこと。リースってこと。貸してくれるってこと。貸してくれる、うん、月額で、月額でいくら。ですね、実は2種類あって、もうそのままの新品のやつをレンタルしたら2500円とかだったかな、月。でも安いね。うん、そうだね。そう、うん、であとはリユース品なんかも検査、うんうん、ちゃんとパナソニックの工場で検査と、あの消毒とかなんかそういったきれいにしたやつのやつだったらもっと安くて1700円とかです。へ、うん、だったらじゃあちょっと試してみようかなと思って注文して、届いたらやっぱりマジで思ってたよりでかくて、うんうん、で、 あ、でかそうだもんね、うん、そうでかいなって。で、まあ、もちろん置けサイズは測ってたんで置けたんですけど、果たしてこれが便利なのかどうかっていうのは今ちょっと考え中のとこですね。あ、もう使ってんでしょ。はい、あの使ってみたんですけど、なんか手で洗った方が早いなっていう量の時もあるし。あ、そうだね、うん、確かに。そうでも、まあ、あの自分が他のことやってる間に、あの、うんうん、食洗機って乾燥までやると2時間ぐらいかかったりするんですよね。1時間半から2時間ぐらい、うん、そう結構かかるんだね。そう、乾燥しなくて でもうちのエココーズとか多分4時間 3,4 時間回してるかもしれない。そんなになんか長いんだよね、ヨーロッパ。洗濯機も長いよ。確かにヨーロッパ長いよ、洗濯機、うん、食洗機も長いよ、うん、ね、長いね。でも 3,4 時間は確かにね、多分。だから、うん、ね、1時間、まあ、90分とか2時間はまだ早い方なのかもしれないんだけど、うん、まあ、でもね、なんかいろいろあって、なんか、あ、もうずっともうお皿洗えてなくて今日1日の分溜まっちゃったみたいな日もたまにはあるので、あったら、はいはい、助かるなっていう日もあるので、ちょっと今考え中です ね。ああいう日は本当食洗機が救世主のように感じるね。だよね。思う。もうなんかもう山のようになったらどっから手つけていいかわからなくなるでしょ。わかんない。それをとりあえずちょっとパパッと落としてもね、こう並べていくだけで、でピッてやったら置いとくだけなんですね。そうなのよ。でしかも、あの3年間レンタルしたらあなたのものになりますっていう制度です。そうなんだ。それは結構いいかもね。そうだね。で、あの本当に気に入ったら途中であの残りの金額を払えば買い取りとかもできるみたいで、うん、あ、なるほど、はい、なるほど、はい、でもキッチンに置いてるんでしょ。それでやっぱりいろいろほら配線っていうか、なんていうの、排水システムみたいなのも必要でしょ。そういうのは業者の人がやってくれるの。私がレンタルしたやつはタンク式なので、あの自分でこう何カップであの入れるタイプなんですよ。なるほどなるほど、はい、でホースから排水出てくるん であとはそれがめんどくさい人はやっぱりその分岐させて、あの蛇口から直接、うんうん、あの機械の方に入れるようにすることもできます。あ、そういう簡易式のもあるってことなんだね。そのタンクに水を入れて、そうそう、まあ、でもお水入れるのも結構入れるんで、それだけでもなんか1分ぐらいはかかってる気がするんだけど、うん、だけど、はいはい、あのまあでも言われてみれば確かにあの、うん、手洗いだと泡が結構ね出るから、お水結構使うんですよ。そうだね、はい、あ、確かに。そうかもそうかも。
そう、だからそれと比べればやっぱりそのお水の量っていうのはそのジャーって出しっぱなしじゃないから節約はできてるんじゃないかなと思いますね、はい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 、あ確かにね、なるほどなるほど、うん、まあそう、もう少し使ってみてから考えてみようかなと思ってるところです。はい、はい、いろんなサブスクがありますっていう話ですね、はい、はい。それではあの今回ニュースを持ってきてくださったローズさん、ニュースのご紹介お願いします。はい、なんかねたまたまだけど、はい、ちょっとね今の話に関連があるかもしれないですけど、うん、はい、今回私が持ってきたのは日本からのニュースです。はい、あのお掃除のお掃除で知られる株式会社のダスキンってありますよね、はいはい、うん、はい、そこが、はい、はい、年末大掃除の実態を調査分析をしてるらしいんですけど、うん、それが20年を迎えてたということで記念して AI を使った、うん、あのそなんか研究ですかね、 AI と考える汚れお掃除未来予測、うん、2044年というサイトを公開したそうです。おで、そちらのウェブコンテンツでは、はい、キッチン、浴室、トイレ、リビング、窓、衣服の6つについて20年後の汚れや掃除の変化についてさまざまな AI 予測による情報をまとめています。うん、はい、でさらに面白いのは未来の掃除道具に関しても AI 予測し楽しく紹介している点です。非常にユニークな視点、うん、情報が得られるサイトとなっています。ということで、まああのうん、どんな内容が公開されているかと例えばですね言いますと、はい、キッチンの20年後は、はい、AI コンシェルジュが料理を提案し後片付けまでやってくれる、もう調理もやってくれるってことですかね。すごいね、うん、へトイレの20年後は、うんうん、人間の健康管理システムへと進化しているとかですね、はいはいはい、他にも食虫植物が進化し汚れを食べるエコペットプランツが誕生空気清浄機が空気を読み家主の喜怒哀楽に応じたフレグランスを提供などなどこういう、ね、ありそう、はい、甘やかされるやん人間、ね、どんどん、ね、何をするんだろうね、はいはい、みたいな内容がいろいろこうまとめてあるらしいので興味のある人はぜひ見に行ってくださいというご紹介でした。うんうん、はいはいはい。そうね。今ほら私さあの子供にネットリテラシーを教えてるからさなんかそのあたりちょっと見てたんだけど、うん、なんかやっぱその、うん、インターネットっていうのがその物に対しても使える時代になってきてるんですよっていう話があって例えば、うん、あの会社にいる時からあのあもうすぐ家に帰るから先にあのエアコンつけとこうって言って、うんうん、スマホからピッてやることができたりとかあとは、うんはい、玄関の鍵をねやっぱスマホで管理できたりとか、うんうん、あとはトイレであの座ってる人がなんか長時間動かなくなったらあの病院に通報してくれるとか、うん、あそういうシステムが今はね、うん、なんか主流っていうかどんどんあの開発されてるんですよって IoT っていうんですけど、うんうんうん、なんかそういうのが出てきてますよっていう話があったからなんか今の話聞いててもありそうだなっていう感じありますね。もう何でも物がインターネットとつながってもっと便利になりそうな感じがしますね。どうなってるんだろうね20年後ね。うん、そうですね。いや意外と近い未来ですよでもやっぱ20年ぐらいだからね、うん、そうだね、うん、すごいなね、うん、この間あのあれですもんあのホームセンター行ったらもう年末のお掃除グッズいっぱい揃ってましたよもうコーナー。ああそうかそうかあ私もなんかそろそろ大掃除始めたいなって気分になってたもん。もう今年はいいなって思ってもう大体もういいかなって思ってるからさ大掃除ぼちぼち始めるかなみたいな。早いわ早い ね、うん、そうよもう今年ももうね2ヶ月ほどで終わりますからね。早いよね本当だよ、はい、残したことのないように過ごしていきましょう。そうですね、そうですねそしてで最後は綺麗にお片付けしましょうという感じですね。はい、はい、ありがとうございました。はい、はい、それでは今回ご紹介するコラムはこちらです。今回のコラムは2024年10月12日公開カナダ在住の林郁恵さんが書いてくださったコラム
英語習得とトマトを育てる過程に共通することというコラムからおしゃべりしていきたいと思います。はい、はい、トマトからどうやってって思ってたんだけど、もともとね、なんかあの郁恵さんなんかそういった育てる系はね、私もう全然向いてないのっていう方なんですね。それそれ、はいはい、このね、うん、グリーンさん知ってました、うん、そう聞いたことあったかな、初めて聞いた、うん、私なかったかも。私ないわ、ないわ、憧れる。どっちのないわ。え、グリーンサム持ってない。あ、うん、結構枯らしちゃうんだよね。、うん、そうね、私なんてサボテン枯らした女だからね。サボテンも結構難しいよね。多肉植物難しいよ。っていうかさ、 あれじゃない、面倒見すぎたんじゃない、うん、私それだ、水あげすぎだと思う、大体、うん、私が枯らす原因は。へえ、さとこさんはでもね、お家も緑が多いしね、なんか育ててるイメージ強いわ、うん、そう思うでしょ。あのね、あれは実は強いのしか残ってないっていう、あの、淘汰された、そうそう、強い個体しか残ってないっていうね、そういうあれなんですよ。だから私のグリーンサム関係ではないっていう。そうなんです。そうそうなんですよ。でも強いのを選ぶの能力もね、必要だよね。だから花で言うと、まだまだいっぱい、うん、枯らしてきてますよ、うん、私も。花で言うとラベンダーなんだよね。あれはなかなか強かった。へ、うん、あのね、こう葉っぱをたまにこうつまむといい匂いするし、ラベンダーはいいですよ。いいな。今なんか育ててるの、ローズさんは。なんか育ててるってほどじゃないけど、何かわからない植物は強いから結構持ってると思われ。へえ。あとさ、なんかこのここの家に引っ越してきた時に植物が一個ついてて、マジっすかみたいな。これ枯らしたらは弁償ですかみたいな。確かにね、大家さんのものですかこれはみたいなね。だけどね、結構強いからね、たまにこう水となんか米のとぎ汁とか入れ、うんうん、かけて、うん、米のとぎ汁。なんか普通の水よりはいいかなと思って。聞いたことあるよ。でもなんか栄養はありそうな気はするね、うん、確かに。栄養剤そう買ってないからね、それ、うん、よ、うん、そう、たまに米のとぎ汁とかあげて、まあ、今のとこ生き残ってます。うんうん、おー、よかったよかったよかった。なんかね、ご実家の方とかでもなんか育ててらっしゃるっていう話は聞いた、ね。ちょうどね、母がね、なんかね、カツオナっていうのが、なんか九州のあれの、はい、で、あのお雑煮とかに入れる葉っぱなんですけど、それの苗を買ってきたっていう、買ってきて植えたっていう写真が送られてきて、うまく育つといいなと思ってるとこですね。これ初めて見たかも、カツオナ。私も初めて聞いたかも。もううちの母は ね、あのね、まあ、その食べれるものは初めてですけど、うん、花とか植物は結構上手。もうここは植物園ですかっていうぐらい、なんか実家に帰って驚くことがなんかありましたね、たびたび。そうなんですね、はい。まあ、そんなね、植物の話からあれなんですけども、まあ、郁恵さんもですね、うん、まあ、ちょっとひょんなことからトマトを育てることになって、もうあの、私はね、うん、あのそのグリーンサム、この植物とかを育てるなんかこうセンスがない人なんだよっていう話は書いてあるんですけども、うん、ちょっとひょんなことから育ててみたら、うん、なんとトマトがね、なったんですっていう話が最初の方に書いてありましたね。ね、このね、1枚目の写真ですけど、ちゃんとできてますね。綺麗なね、赤と、うん、上手と、ほんとだね。ミニトマトとかじゃなくてね、大きいやつなのよね、中くらいサイズかな、うん、そうそう、うん、そうそうそう。でもまあそのね、トマトがなって赤くなってみて、なんか待てよ、これって結構なんか英語習得と共通点があるんじゃないかっていうところに気づいたわけですね。うん、で、まあ、よくまとめてありますよね、本当に4つにまとめてあるんですけれども、はい、そのうちやっぱり大事だなと思ったのはこの1番ですかね。なんかこの、はい、自家栽培の野菜や果物が食べたい、綺麗な花壇が欲しい、あったらいいなという軽い気持ちだけで真剣に育てることや結果にコミットする決心が欠けていて学ぶ姿勢がなかったこと、うん、うん、英語、ね、外国語とか学び始めてちょっと興味で始めてみたけれどもみたいなところだよね。けれども、そうそうそう。そう
そう、どうやって習得するところしようかっていうところまで考えてなかったってやつだよね、これね。これは確かにあるね。そうだね。うん、まあ、さとこさんもこういうところはちょっと共感されましたか、やっぱり。共感してるし、私なんてほらもうしょっちゅうさ、まあ、あの外国語とか言うと広東語なんて、まあ、雰囲気で喋ってるからねってさ、二言目に私はそう言って一応エクスキューズを言ってる言っててもそれで20年来ちゃったんですけど、そう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 、大丈夫大丈夫、ハハハって笑ってくれることをいいことにさ、それでエクスキューズできちゃったから、はいはいはい、まあいやいやいや上達してないね。でもまあ通じてるからいいんじゃないとは思うけどね、佐藤さんの広東語、あの私も聞いたけど全然いけてると思いますけどね。ま、優しい、ありがとうございます。だけど実際あれだよ、その前いた会社ではさ、うん、バリバリ広東語のさを使う会社で、私もそう負けずに広東語喋ってたけど、でもやっぱり最後には、うん、あの言ってたよ、え、その佐藤子の広東語はあの、まあ、よくわかんないけど大体こんな感じかなで聞いてるっていう風に言われたし、あのそうそうこんな感じかなって勘で聞いてるって言ってたから、勘で聞いてるって言って、うんうんうん、勘で話して勘で理解する、そう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 、勘で話して勘で理解する、まあ、このそうそう言ってた、なんか推測してるって毎回、まあ通じればね、通じればいいんじゃないかな。そうよ、そんなもんよ、ねえ、そうね、だから悪いね、毎回頭使わしちゃってねみたいな感じでさあんま思ってなさそうですけどいやでもそれよりかはやっぱりこのちゃんと喋って伝え、まあお仕事っていうのもあったけど、まあそれ以外でもちゃんと広東語で伝えようっていう気持ち持ってることがまずすごくない？なんかさ、うんうん、もうどうせ通じないからいいやとかさ、なんかあんまりうまく伝わってないみたいだから、うん、あの英語にしちゃおうとかさ、そういうのあんまないじゃん、うん、やっぱり、うん、そこが素晴らしいと思うよ、まあね、私も、うん、負けん気が強いねそこはそこはそこはできないくせに同じ土俵で戦いたいのよロッツさんはどうですか、その英語習得に関しては何か、いやもういつ終わるかわからないよね、うん、エンドレスな旅みたいな、そんなもんじゃないっていうかさ、いやなんかどっかで、うん、なんかまあ英語なり、まあ、オランダ語もね私の場合は勉強しなくちゃいけないんですけど、英語だけの世界に行けばもっと上手くなるんじゃないかなんてね、うん、幻想を抱くんですけど、でもそうすると私の唯一と言ってもいい母語の日本語能力も落ちるじゃん、はいはい、ああそうね、そうね、それを失うとさ、もう本当に英語は中途半端、オランダ語は片言日本語も怪しいって、どうそれはどうしたらいいんだかってなっちゃうから悩ましいんですよね、うん、確かにね、いや難しいですよ本当、言語習得っていうのはね、うん、本当、うん、でも結果じゃあどうしたらいいんでしょうかね、このそのコミットするっていうところ、うん、コミットするっていうところ、そうだね、うん、コミットするっていうところ、英語も目標、うん、そうね、英語も目標達成までコミットするという決心がなければ、うん、途中で挫折してしまいがちです、いや挫折してしまいがちっていうか挫折するよねこれね、絶対ね、うん、そうね、でなんかある程度、うん、ほらさとこさんみたいにある程度通じるレベルになったらさ、なんか用事はさ、うん、それでいいや、なんかうまく言えてないよ、うん、もう自分でももうもどかしいんだけど、うん、でもなんかこう用事は済むと、うん、まあいいやってなっちゃうもんね、そこがまた悩ましいんだよね、うん、うん、確かにそうだ、そう、どうでしょうね、でも大事だと思うわ、コミットとか、やっぱりだから一番わかりやすいのは試験だよね、うん、を受けるだったりとかさ、うん、確かにね、うん、数字のレベルで今自分がどのくらいだっていうのを把握して、で次はこれ目指そうっていう風にしないとやっぱりダメだなって思ってます、うん、ですよね、うん、ですよね、ほんとそうですよね、それでさとこさんなんか YouTube で見つけてきたんですもんね、そうなんかね、うん、やっぱりまあよく私もね英語関連の YouTube なんかは見たりするんですけど、その中でこの間見たのが衝撃だったのが、うん、60歳から初めて英語ペラペラになった人のインタビュー動画っていうのをね、まあ、タロサクさんっていう方が挙げてたんですけれども、あ知ってる知ってる、でも、うん、そのでもね、うん、あの男性今何歳だったかな、65歳、え、6、まあ、60代後半ぐらいだったんですけれども、やっぱね、うん、楽しんで勉強してるのがすっごく伝わってくる
インタビューだったんですよね、うん、そう、うんうん、でそれこそね、なんだっけな、65歳ぐらいから始めたんですって、その勉強を。で、まあでやっぱり定年退職してから時間ができるようになったからみたいな、で朝のね5時か6時ぐらいに起きて、まずとりあえず1時間なあのリスニングするんだだったりとか、あとは、うんうんうん、そうね、まあいろいろ本当にその集中して単語を覚えられる時間ができたとか、まあその会社勤めの時はもう車での行き帰りの間にずっと、なんだっけな、ポッドキャストだったかデュオだったかを、まあ、ずっと流して同じことをずっと繰り返して聞いてたから、うん、まあ、そのベースの耳ができたっていうふうなことも言ってはいたんですけれども、うん、その中でまあ印象的な言葉としてその男性が言ってたのはね、まあ、23歳から65歳まで、まあ、42年間1日8時間で年間250日働いたとして、まあ、労働時間は8万4000時間ぐらいなんですって、うん、で、うんうん、でもその退職してから65歳から、まあ、あのだいたい平均年齢と言われてるあの寿命か、うん、85歳までの20年間もしね自分が毎日好きなことに12時間費やしたとして、うん、でそれを毎日20年間続けたとしたら8万7600時間になって、その生涯の労働時間を上回るんですよみたいなことを言ってて、確かに、うんうん、そうするとやっぱりそのあんまり年齢関係ないというか65歳からでもなんかやりたいことにすごく力を注げば、うん、結構何でもできると思うんですよねみたいな感じで、うん、でもほら脳の衰えとかはとかちょっと疑問には思ってしまうんだけど、まあそれはまあ置いておいて、うん、置いといて、うん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 、同じぐらいそれ以上のね時間、そうそうそう、うんっていうのがあったから、ね、うん、いや確かにねと思ってね、うん、やっぱり継続は一つの秘訣だよね、うん、で思う、あの世界ウーマンを続けてても思いますね、なんか、うん、くじけそうな時は何度もあったし、今もねやっぱこう、うん、あの体調が悪くなるところかなはいはい、はい、としんどいからもうどうしようって思う時もあるんですけど、うん、やっぱりなんかその後でなんか世界ウーマンきっかけでなんか面白い話が来たりとかもねあるから、なんかやめられないなってとこもあったりしますね、うんうん、そうですね、うん、世界ウーマンもなんかコミットするか、じゃあ、ね、何コミットする、次のなんか次のステップに向けてみたい、そうなのよね、何かね探してる感じはあるよね、うん、そうね、そう、今ね話してたさとこさんのこの YouTube ね、私も拝見したんですけれども、はい、あのすごく共感したのはやっぱ最初のポッドキャストをねとりあえずずっと聞いてた、うんうん、その退職する前のその通勤時間の車でずっとポッドキャスト聞いてて、でそれ最初もちろん分かんないけど、うん、なんだろう、一回聞き終わって車降りた時にそのスクリプトとか見て、ああこんなこと言ってたんだって思って、うんうん、そういうの同じのを 3,4 回ぐらい聞くとさすがに分かるようになるって言ってて、でそれの繰り返しでやっぱり耳のベースができてっていう話をしてたんですけど、確かにそれはあるなと思ったの、実は私も、はいはい、うん、日本に帰ってきて関東もずっと喋らないから、でもなんか、うんうん、せっかく多少通じるレベルになったからその忘れちゃうのもったいないなと思ってて、うん、ポッドキャストは聞いてたの、広東語の、はいはいはい、そう、でそしたらこの間あのマカオのお友達がこっちに来た時に、うんうん、2人で会って広東語で話すことになったんだけど、うん、一応ね話すのはやっぱ下手くそだけど聞くのは何言ってるか分かるっていうのが耳が、ね、そのまままだ、うんうんうん、あの力を残していてくれてですね、これはポッドキャストのお金、はいはい、おかげだったかもとかちょっと思いました、ね、あ確かに確かに、うん、そんなこともありましたんで、やっぱそうですね、ポッドキャスト私の中ではこの耳で聞いてたっていうのは一番あれ、うん、効果があったのかなと思いました、まあ、そう、そしてですね、あのコラムの方ではですね、あと2番3番4番っていうところであの気づきが書いてあるんですよね、で、はい、そうですね、私の中では、うん、あの3番は結構気になったかな、はい、2番3番あたりですかね、はい、2番はあの正しい育て方を知らずただ水をあげればいいと勘違いしていたこと、でそれも英語も同じで、うん、なんかまあただがむしゃらにねなんか単語とかフレーズを覚えるんじゃなくて文法を勉強しても、単語フレーズ文法を勉強しただけでも結果が出ないと、だから目的に合った効果的な方法を取り入れる必要がありますって書いてあるんですけど、うん、
はいはい、私あの日本語を教え、日本語とか中国語を教える中で、うん、あの教える側としてもちょっとこれは納得したなっていうところありますね。ああ、はい、そうでしょうね。やっぱその確かに、うん、まあ普通にただ単語とか教えるだけでもいいんですけど、うん、全然やっぱ覚えて帰ってこないですよ生徒さんは、うんうん、そうだよね、うん、でもさ郁恵さんもさあのリサさんもさ、うん、やっぱ教えてる立場だからもう結構このこうなんていうんですかねこうピンときたんでしょうね。なんか私教えてる立場ではないから、うん、まあそうだよなって結構するって言っちゃったんですよね、うんうん、あやっぱ教える側となんか漫然と、うんまあ、学ぶ方ですかねまたちょっと、うん、視点が違うんですね。そうですね私もやっぱ1回の授業で教えたことでやっぱ1回で人間を覚えてこられないので、うん、次のまた授業の時にまた同じことやったりとかあとあの、うん、読ませる書かせる暗記させるあと質問形式で答えさせる、はいはい、あとは何ですか、はいはいはい、練習問題解かせてあとは自分のことを話す、うん、その文法を使って自分のことを話してみてっていう感じで、うんうんもう本当手を変え足を変えいろいろやらせていくと、うん、いつの間にかあの定着していってるっていうのはあるなと思います、うんうん、いやそうやってくれる先生やっぱりだからね先生が必要なんだよね。そうだ ね本当それ思うわ、うんうん、そうやっぱ人間のね先生が必要だと思いますこういう時。それは AI じゃちょっとまだダメね先話しそうねねでもどうなんだろう AI でもなんかそういうのツールも出てきてるよね。あ先生、まあ、先生ピーンチとかそうそう学んじゃうからもう AI は。いやでもまだまだねやっぱ人間にはかなわないと思うなそれも、うん、前 ね通訳もまだ AI にはっていうとこあったけど先生もまだ、うん、やっぱなんか先生がやってなくて先生の悲しそうな顔とかねなんかそうだね、ごめんなさい、頑張ります。先生がこう喜んでくれた時とかね。はいはい。あでもそう。まだその辺は AI に表現できないんじゃない？そうね。やっぱりその定着させるために私もいろいろやってるけど、まああの、うん、多少間違えてても答えてくれただけでもすごい大げさに褒めるんで私は、うんうんうん。すごいじゃんみたいな。もう最初の一文字出てきたじゃんとかそういう感じでもうすごい褒めるんで、うんうん、だからそういうとこはやっぱ人間じゃないとできないとこかなとは思いましたけど、ね、確かに ね、 そんな言ってくれたらあ頑張ろうってなるもんね。うんか生徒なんか正解率なんか 15% とか、うん、もうそこね初めの一文字でそれだけ褒めてもらえるのになんかもう 10% とか言われたらもうやる気ないもん、ね、それは無理だなみたいな、ね、確かにねそりゃそうだわ。そうですね、はい、なんかそのところはやっぱりこのコラムで共感できたところかなと思いますね、うんはい、佐藤さんは3番も気になりましたか。そうですね、実がなるまでしばらく時間が必要で、うん、正しい方法でケアを続けると実がなる日がやってくることっていう、まあ、確かにその時間が必要っていうのはね、うんまあ、スポーツはね私結構よくそのあれはわかるんですけど勉強の方になるとやっぱりそこを続けられるまでがねなんかここをクリアできたらっていうところまで続けられないのがないでしたね、はい、今までやっぱり ね楽しくないと続かないからね。そうなのよ、うん、そこ楽しいなんかさそうスポーツだとさそのちょっとこの苦しみもさいや明日には良くなってるとかなんかその成長が感じられるのよ、うん、なんか体の痛みってでだって実際本当に次走れるようになってたりするから、うん、だけどさあの語学学習はさ本当にある程度頑張って集中してさやらないとさまあ忘れてんのよね本当に綺麗にそうね綺麗に忘れてんのはあって思うもん自分の頭にって昨日聞いたじゃん、ね、これっていうそうそう昨日かねでもね、うん、思い出せないものは思い出せないのよ。そう悲しいことね、何回こう上書きすれ上書きっていうかさこの重ねていけば覚えるまでなるのかなって思ったりするけど、うん、いやー、うん、相当だなって思う。相当ねそれもやっぱね年齢が関係してくるよねこのスポンジの吸収力のあるねあるもうねないとは言い切れないね吸わない吸わないなかなか私ももう昨日調べたって自分で思うんだけど
昨日この前も調べたそれって思うけど出てこなかったりするのよね。ね、面白いね、面白いよね。そう、まあでもね、そう、そして最後に4番として、今まで挫折を何度も繰り返した人でも成果を出すチャンスがあること。いや、いいじゃないですか、最後に明るい、まあ それを前でやっぱ知っておくことは大事だよね。そうそうそう、うん、うん、ですね。いやでもね、さっきの本当に YouTube の85歳でペラペラでしょ、うん、85歳だっけ、いや65、そうだよ、ね、60後半でした、60後半、そう60後半、そう、でもペラペラすごいじゃないですか、うん、もう65って言ったらもう私の両親同じ年代ですね、はい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 、なんでもうなんかもう新しいことなんてとかね、たまに言ってるんですけど、うん、うちの母とかもね、うん、なんかもうもう目もね、なんかそんな小さいの見えないしとか、なんかそんなこと言うんですけど、まあ全然人間何でもできるんですよ、本当に。そうですよね。でもさ、やっぱりこう、うん、定年まで勤め上げたんでしょうね、この人、こう話の内容から、うん、はい、その継続力のこうベース力はありそうだよね。そこもね、わかるわかる、うん、やっぱ成功経体験があるから、ね、やっぱそれを次語学に行かせたってところはあるかな、うん、そうね、うんうん、まあでも誰でも今日が一番若いんだし、うん、いつからでも始められるのよ。うん、あとね、その人に合ったやり方っていうのが必ずありますから、これが正解だね。ちょっとね、うん、分かんないよね、まだ、うん、でもやっぱ間違いなく楽しいことは続けられるなと、モチベーションがあること、うんうん、それは絶対ある。私は今すごい勢いで恋愛英語を吸収してますよ。キャン恋愛英語、キャンキャン。それはさ、相手に対してこう発する言葉みたいな、そういうこと。そうね、やっぱりなんか気持ちを伝えたいとかかな。いいね。なんかだとあのね、調べるし覚えるよね、うん、覚える覚える、実践的に使うからとか、なんかしら恋愛英語って調べるとさ、ちょっとエッチな英語とかも出てきてさそういうのってさ、はいはいはい、絶対学校では習わないの。あの、確かにね、私はムラムラしてるとかさ言わない言わない、言ったことはないけど、うんうん、そういう、あ、うん、こういうのねとか、そういうのやっぱ覚えるよね。いつ言った気が、でも知らないよ、うん、ムラムラ、え、言って旦那さんに言いなよ、いない、いや喜ぶんじゃない、分かんない、分からん、いや、うちの場合日本語通じるからいいんだけどさ、ね、そういうのね、というのはね、面白いかも。そうだね、うん、ね、うん、そうそう、楽しんだりとか、やっぱりちょっとそこに覚えるときになんか感情がね入るとね、印象深いですね、うん、やっぱりね。あと分野かな、ね、だから投資、うん、投資もちょっとね、投資もしようと思って、うん、その用語とかさ、なんか、はいはい、もうちょっとなんか面白いかな、お、か自分の興味のあることはやっぱり覚えやすいのかもね、うん、そうだね、確かにそうだ、うん、なかなか深くはね、深めていくところが難しいかな、私は。うん、まあそういう時はぜひね、あの最後にあるんですけれども、英会話もう一度真剣に挑戦してみませんかってコラムに書いてあるんで、郁恵、うん、さんに相談してみるのもありかもしれませんよ。いいと思う、うん、だって8週間のコースがあるもの、2ヶ月ぐらいね、うん、そうそうそう、ちょうどいいね、集中基礎コースだよ、うん、それぐらいだったらちょっと続けられるかもね、うん、1ヶ月じゃ多分足りないだろうから、2ヶ月でこう、そうだね、うん、ね、波に乗せてもらって、確かにそう、3ヶ月だと私全然見通し立てられないので、うん、ちょっとね、3ヶ月も先のことわからん、時間取れるかなそう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 ちょうどいいですね、8週間とかね、うん、はい、うん、ちょっとあの今回のね、このエピソード聞いてちょっと刺さってるリスナーの方結構いるんじゃないですかね、うんうん、そうですねうん、ぜひねこのコラムあのご覧になってですね、よかったらこの8週間集中基礎コースに関してもリンクが貼ってありますよね、うん、そちらご覧くださいませ、うん、はい、はい、それでは今回のコラム振り返りたいと思います。今回のコラムは2024年10月12日公開、カナダ在住の林郁恵さんが書いてくださったコラム、英語習得とトマトを育てる家庭に共通することというコラムからおしゃべりしていきました、はい、はい、それではここまでのお相手はナビゲーターの本田理沙と、G
事務局の周佐とことファウンダーの藤村ローズがお届けしました。ありがとうございました。世界ウーマンのウェブサイトは www.sekaiwoman.com www.sekaiwoman.com です。エピソードの概要欄にも URL を記載しています。取り上げてほしいトピックなどございましたら、世界ウーマンサイトのお問い合わせフォームからお寄せくださいね。それではまた次回をお楽しみに。最後までお聞きいただきありがとうございました。